休日の寝だめは、平日の生活リズムが崩れ、朝が非常に憂鬱なものになってしまう。猫を撫でるだけで、ネガティブな気分が減少し、オキシトシンが分泌され、多くの健康効果がある。30分座ることで、血流速度が 70% 低下し、11時間以上座っていたら、死亡リスクが 40% 上がる。気持ちが沈んだ時に、すると良い動作は、笑顔で万歳することである。万歳！緑茶には、食中毒菌に対し、殺菌効果がある。下痢になったら、水で溶いた片栗粉に、お湯を注いで、飲めば収まる。睡眠は成人してからは、徐々に減っていきます。10代前半までで8時間以上。25歳、約7時間。45歳、約 6.5 時間。65歳、約6時間。個人差はありますが、20年ごとに、30分ぐらいの割合で減少していきます。30代以上の3人に2人が歯周病であり、病的な口臭は体が発する危険なサインである。自転車は金玉への負担がでかい。